わざ宮山古墳と、野中宮山古墳の空中写真国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。野中宮山古墳、野中宮山古墳は、大阪府藤寺市野中二丁目にある、前方公園墳。古市古墳群のほぼ中央、本田ダ五病山古墳の西、墓山古墳の北に位置する。規模は、 全長約154メートルであり、公園部は径が約100メートル、高さ約14.1メートル、前方部は幅が約75メートル、高さ約10.1メートルである。紛球は三段畜成で、首レブの両側には作り出しがある。周囲に集合と包みを巡らし、包みの外側には区画用と見られる掘り込みが掘削されていることが発掘調査により、 明らかになっている。現在、公園部上には野中神社、前方部には幼稚園があるなど、紛糾の改変が著しい。公園部長に遺体子が散乱していることから、縦穴式せっかくの存在が推定される。板状の同製品の湿度が伝わっている以外、副葬品は不明。1984年1985年の発掘調査により、 吹石と円筒埴輪列の存在が確認された。また、南側の作り出しからは、家、蓋、盾、囲み、水取り、鳥、馬、イノシシなどの継承埴輪が出土した。これらの埴輪や、前方部が公園部に対して、短小、低平であるという噴景状の特徴から、五世紀、前半の築造と推定されている。ありがとうございます。